トリオ FNCS 今日で最後。どうもアリケンです。トリオ FNCS 始まってから早1年が経ち、今年はずっとフォートナイトの競技シーンはトリオ FNCS だったんですけど、とうとう次のチャプターが始まるということで、トリオ FNCS が今日で終わります。アリケンやめちゃうの？アリケンもう FNCS 見ないの？みんなそんなわけないだろ。俺はこれをみんなの笑顔が見たいから、トリオ FNCS 今まで実況してきた。それがディオになろうがソロになろうが関係ない。まあでも今リーク系でですわね。ですわね。あのリーク系でですわ。リーク系で。Twitter で見たんですけども、次のシーズンからデュオが来るらしいので、当分トリオは来ないのかな。多分次からデュオが始まってずっとデュオで行くと思うんで、今日のトリオ動画が皆さんラストになります。長かった1年間いろんなプロゲーマーがね切磋琢磨したこのトリオがやっと終わって、1年ぶり越しのデュオが始まります。皆さんデュオになってね、あのコンビとあのコンビが復活みたいな激アツな展開もあるので、デュオもね楽しみにして、今日のトリオ FNCS 一体どこが勝つのか、ユセアが今1位で来てるんですけどね、ルリたちが追いつくか、マウフィンたちの大活躍大激震、大逆転があるのか楽しみですね。皆さん最後の FNCS トリオ噛み締めてみましょう。いろいろありましたね。それでは動画へレッツラゴー。 FNCS グランドロイヤルだ。昨日はユセアたちがあまりにも強すぎて1位を独走中だが、なんと今回のグランド FNCS ロワイヤル、ポイントが2倍、順位ポイントの2倍、キルポイントも2倍なので、1試合で100ポイント稼ぐことも可能。一体このルールどうなっちゃうんだ。さあルリたち、これマジ1位取れる取れる取れる、全然取れる。チャクスク使おう全員で。いや後ろ怖い、資材ないもん。さあペポが落ちてしまう。さあ1段上に上がって山の上登る、奪え。いいよいいよ、コヨタいいよ。さあハイドしながら移動する。残り9パーティー、目の前へルナ、1位のチーム、ルナまだ生きてる、すげえ。さあ1位と2位の対決、1位と2位の対決、1位と2位の対決。当たんない。うわールナうまい、あいつ、いやルナがうめえ、ルナがうめえ、え、こいつうますぎるだろ。ソロ最強、一発当てて、倒したい。一段違い、段下ろして下まで行く。ローグラが強いと判断、資材がない、7枚ある。一応さあ避けている、逃げている、目の前2人、それは戦ったらまずい。カッキル取って回復、順位上がる。レイラ屋根置いて、残り1枚。え、こいつ1人で頑張りすぎやって。いや活気の入る、順位が上がった、倒したい。さあこのダメージが痛すぎるが、うわーここ、いやでもナイスすぎるだろそれ、いやナイスすぎるだろ、やばっ。え、ルナすごっ、え、ルナすごっ。さあ1試合目勝っていったのはアダム・ミズ、ナイスです。さあ大ヤンチ、ここでジャンパー、ジャンパーうまい、いよ、いや、いよ、いい、うまい。そのローグラうますぎ、いや、そのローグラマジでうまい。チャグスプもらって、いいよ、7位だよ、いい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 よ、無理すんな、無理すんな、いいよ、目の前、うまい、一発当てて。いやもうこれは、これはコヨタもう一人で行動、今切り替えたね。いいよ、これ4位まで行こう、4位まで行こう、4位まで行きたい。め、負ける負ける、やばい、それ絶対死んじゃダメ。98、うわー、いやドキンさんやべえ、319ポイント、いやこれやばい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 、いやこれやべえ、ポイントやべえ、うまっ。さあしかしここはやられて、さあアルベトとブユリル目の前、倒せるか、当たらない。ブユさん耐えろ、3位、
うわー、一人持っていったけど、いやーこれドキンさんたち1位だろ。10キルビクロで100ポイント、100ポイントあったら300ポイントで1位狙える、マジで狙える。うわ、さあここはアサルトライフル一気に打っていく。さあいいダメージ、いいよ。サージャー稼いだ、サージャー稼いだ。うわ、ペポがめっちゃ倒してる、ペポがめっちゃ倒してる、強いぞ。316ポイント、めっちゃいい位置飛んだ。うわもういない、ワイホいない、ワイホやられちゃった、マフィンたちやられた。いやルリビクロイしたらマジで1位狙える。いやこれマジビクロイ取ったら1位狙えるぞ本当に。さあルリー現在326ポイント、このまま勝てば350ポイントに手をかける。さあ上にはサイニカル、さあ一気にツルハシがハイグラを取りに行ってるのか。さあルリーハイグラを取りに行くかローグラを取りに行くか。さあ二者択一、コヨタが後ろで敵を倒している。さあ現在コヨタが3キル目、さあハイグラを落としたい、ハイグラを落としたい、全員で撃つ。落ちるぞこれ、落ちるぞ、落とせるか、一人落とす、もう一人落として、いやコヨタのうまいぞ。さあもうこれハイグラ取るしかない、ペポが全部倒してる、あるよ。さあ全部で5キル、さあ残り4パーティー。えこれかつくね、えこれか、いやでもブユリンさんも残ってる、すげえポイント稼いでるぞあの人。いや最後、さあゲームイズバーサス、さあゲームイズバーサスルリたちです。さあビクロイ取ればポイント2倍、一発 82? 横から出てきたアルベドさんに一発、うますぎ。さあ356、さあコヨタの戦い方がうますぎる。さあ一発当てて草むらの中、一発当ててカッキリ入る。そしてやられてしまうが残り 2v1 ルリの HP がいっぱい、いやでもこれ HP 的に分からない。さあ1人やれて 1v1、 さあブユリリさんのカッキリが入って、ここはミニポーノム、さあ味方もペポがやられて、最後はルリが上からドキンを切る。ルリたちめっちゃロー、いやめっちゃいいとこ取ってる、いやしっかり生き残ってる。いやさすがだなこの2人、ジャンプもの、あ目の前ある。さあもうこれはドキンさんが倒しに行ってる。さあドキンさん残り1人、やばいここで落ちたらまずい、これ分かんない分かんない、これえこれマジで分かんない、これマジで分かんない、これルリたち1位取れば、さあ1人、えっユセアのチーム倒した、ユセアのチーム倒した、えこれマジである、マジである。いやでもユセアのチームルナが1人生き残ってるわ、ええマジである、えほんまにあるんやけど、これえこれほんまにあるんやけど、うわうま。さあペポが1人倒して残り4パーティー、ローグラは誰もいない、ローグラ誰もいない、ローグラ誰もいない、えマジである、マジである。いやルナが、ルナが4位まで生き残って、いやいやでもどうだろう、いやわかんない、450ポイント、えマジである。いやビクロイ取んないと、これ絶対ビクロイのポイント必要、回復勝負できる、回復勝負ナイス回復勝負。いやでももう倒した方がいいな、絶対倒した方がいいな。残り2パーティー、さ 3v3 全員で一着使って、さあもう上に登っていく。さあ1人、いやコヨタが落とされて1人落として、ルリ 1v1 あー458、いや分かんない、どういだ、いや見に行くか、いやこれでも、いやこれはドキンさんたちか、これ。さあ接種ランキング見ていきましょう、FNCS グランドロイヤル、最後の結果こうなりました。うわーすげー、いや2位までいってるルリたちでも、
いやー、やっぱポイントがこうなってるのが一番おもろいな。てか止まんなくてよかった、ありがとうフォートナイト。いやー、ありがとうございました。でこんな感じですね。まあでもそうね、まあ、マウフィンとかあんまり、まあ、振るわなかったけど、まあまあまあ。そしてね、FNCS、次回からデュオが始まります。確か12月にチャプター3が来るみたいな情報がツイッターに出回ってたんで、いろいろ全部新しくなった後にデュオが新しく始まるんで、まあ私の FNCS 観戦配信ももっと楽しくなっていくと思います。やっと長い長いトリオが終わってデュオなんでね、いい楽しみです。お疲れ様でした。それではまた、多分次の FNCS はチャプター3かな。うん。そしてその前にあの CR カップとかいろいろあるんで、またそこでお会いしましょう。それじゃあ一旦今日はここら辺で終わりにしたいと思います。 FNCS グランドロイヤル最終試合見れてよかったです。それじゃあ最後はコメント欄またなで埋めてください。せーの、またな。